夏といえば盆踊り。こちらの町内会にも久しぶりに祭りが帰ってきました。食欲を誘う焼き鳥の香りに、キンキンに冷えたかき氷も、子どもたちもこの笑顔です。札幌市西区西野で昨日町内会の夏祭りが開かれました。おいしいです。たくさんの子どもたちでにぎわう夏祭りですが、実は今年は5年ぶりの開催です。コロナ禍や町内会の役員の高齢化によって祭りの設営が難しくなり中断していたのです。そこで夏祭りを復活させたいと立ち上がったのが、地元小学生の保護者が集まった親父の会です。昨年コロナが明けて、子どもたちからやらないことに対して非常にこう残念なお声を非常に聞いたものですから、そういった声を聞いた上で今年は親父の会という組織に協力要請をさせていただいて、子どもたちの笑顔をぜひ見たいなという思いで開催に踏み切りました。5年ぶりの開催となった夏祭り、運営する楽しさを知ってほしいという保護者の思いから、子どもも運営に参加しました。いらっしゃいませ。こちらの出店では小学生自らが接客をして、タピオカジュースを一生懸命作っていました。見事完売し喜ぶ姿も。お金の計算とか間違えちゃったりしてたやつ。祭りっぽいのがここら辺になかったから復活してよかったし楽しかったです。本当に子どもの笑顔、また楽しんでいる姿を見て本当に感動しましたし、これを来年以降も継続して、また今小学生の子どもたちも今後大人になった時にやりたいなと、運営側で参加したいなと、そういった思いになってくれればいいかなと本当思ったところです。鮮やかに彩られた風鈴の優しく涼しげな音色、小樽の観光名所境町通り商店街で週末開催された浴衣風鈴祭りです。やっぱり暑い夏だけど風鈴の音聞いたら涼しくていいですね、はい、こちらの夏祭りもコロナ禍の影響で1年開催を見送りました。祭りの設営に必要な人手が不足していましたが、店の営業を終えて深夜まで準備をしたり、地元の学生の助けを得て3年前いち早く復活させました。祭りでは浴衣の着こなしを競うコンテストが開かれ、会場は子どもたちの笑顔であふれました。ありがとう。嬉しい。ありがとう。嬉しい。コロナ禍をきっかけに中断していた夏祭り、高齢化や人手不足という問題に直面する中、地元住民の熱意と工夫で復活を遂げています。